マカハンニャハラミタシンギョさて、時は遡ることは食後から江戸時代は前期の曹洞宗の前奏、天南将軍禅師は東東美の国の生まれで、東国の下水祭にて宝山東禅のもとで出家、下野の国大中寺の門南総監に指示し、その法を継ぐ徳川家康が当然に指示した関係から、家康からの厚遇を受け、その命で大長寺に入り、関東総六に就任した。著作には天南大将などを表した。1640年寛永17年9月の17日、去年68歳にてご自役なされました。重ねては江戸時代は前期の寿命、古林健義殿は有馬の国鹿間郡の出身、高松氏典の子孫という、皆は東海の地に志願、桂庵また受選坊などを合した。祖父は民国に留学した名医で、剣技も医術を学び、京に出て真瀬昌順に師事、主丹系や長中系などを基盤とした当時の新渡来の医学を治めた。後に大阪聚楽町で医院を開業、また同門の堀京庵と協力して京都佐賀に学者を創設し、軍人3000名を育成、松下健林や養子氏の古林知足らを輩出、質実合憲の人物で法院の位も誇示したという。1657年明暦3年9月の17日、去年79歳にてご入滅なされました。重ねては室町時代の日蓮宗の祖日清上人は、上総の国の生まれ、古今上院と合した。はじめ中山門流に属したが、その厳格な釈伏主義への反発によって逆に同門流から破門された。1431年永享9年、上洛して本法寺を建立、一生遅刻論を表し、命令に背いて将軍足利義教に改宗を迫る、官業を再度行おうとしたため捕らえられ、安倍冠日清の名の由来となる厳しい拷問を受けた。将軍義教の死によって赦免され、9月中に破壊された本法寺を再建。その肖像は後庶民の如来正福の信仰対象となった。1488年永享2年9月の17日、去年82歳にてご宣言なされました。重ねては江戸時代は中高期の俳人、手作者の富トラン殿は京都の生まれ、皆は厚密通称は数吉、別号に土駕籠、また狼狽窟、さらには狼狽三人などを号した。明和8年富家を再興し、左近将監に昇進、与謝武尊高久は蘭光西村定柄と親交があり、俳諧にも優れ洒落本を執筆した。著作には水郷帳などを表した。1819年文政2年9月の17日、去年61歳にてご入滅なされました。
重ねては江戸時代は後期の儒学者あと六州殿は岩の国の出身皆は森のり浅野は路頭通称は佐島山本北山に学び後に皆川紀元に師事長崎で私塾を開設安政2年1790年以前の国大村藩藩校御教官の初代学頭に招かれた後に山奉行郡奉行を得て四人に昇進した1830年文政13年9月の17日去年66歳にてご入滅なされました。重ねては江戸後期から明治時代の医師今龍園殿は美濃の国の出身本姓は伊予美濃は州浅野は四国通称は権之助今何歳に学び今姓の名乗りを許された大蟹二年仁和寺の宮寺院に和平二年京都に小石中蔵らと四等賞有心堂を開設した後に京都府医務取締役を務めた不作には失速徳内科書などを表した1890年明治23年9月の17日去年87歳にてご逝去なされました。重ねては明治大正期の外交官元の一郎殿は佐賀藩蘭学者元の森道の長男明治17年1884年フランスの理論大学に入学し帰国23年外務省に入省翻訳官となりベルギー公使フランス公使を得てロシア公使となる日露戦争前後の外交や日露協約締結に尽力した大正5年1916年竹内内閣時の外務省を務めたロシア革命の折シベリア出兵を強行に主張したがその後持病の悪化で病にて没した1918年大正1年9月の17日去年57歳にてご逝去なされました。重ねては明治から昭和初期の実業家大野健一殿は修繕の国能形の出身上海の日清貿易研究所を卒業日清戦争時に陸軍通訳官として特別任務に従い戦後は台湾正統軍に従軍19年北京に筑紫陽光を開いて日本公使館の溶達業を営む義和団事件で北京の家財を失うなどの災禍にあったが陸軍派遣軍調達に尽力し日露戦争時に奉天に移り英丹部に貢献戦後39年森林業工房設立奉天実業会での時報を築き大正6年から奉天商業会議所副会頭を務めさらに奉天連合町内会長などを歴任し満州財界を指導した1931年昭和6年9月の17日去年64歳にてご逝去なされました。重ねては明治から昭和期を生きた官僚政治家の永田秀次郎殿は明治32年1899年第三高等学校を卒業兵庫県立洲本中学校長京都府警察部長三重県知事などを得て大正5年1916年内務省警保局長1年貴族院議員12年以降2度にわたり東京市長に就任陶磁器に赤帯の主催する国家主義団体建国会の顧問の一人となり東海を提唱した建国祭の準備委員長
拓殖大学学長を務めた昭和11年1936年選挙粛清連盟理事長から後年広田内閣の宅務大臣、14年安倍内閣の鉄道大臣、11年陸軍軍政顧問を歴任、大臣としては永田青蘭古章などを表した。1943年昭和18年9月の17日、後年68歳にてご逝去をなされました。重ねては大正昭和期の陸軍中将岡田佑殿は鳥取県の出身、陸軍士官学校大学校を卒業、戦車第二師団長などを得て昭和20年第13方面軍司令官、県東海軍管区司令官となる。名古屋空襲の際追撃した B-29 の添乗員21人の捕虜たちを本日会議にかけず略式手続きで処刑、終戦後その罪を問われ全責任を認めた上で部下たちを守るために法廷闘争を展開した。公衆に独占が残されている。1949年昭和24年9月の17日、法死刑に処された。後年60歳にてご逝去なされました。最後に本日の御期日をお迎えになられました。歴史の陰に隠された名もなきすべての戦時尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱。